皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー楽しく遊んでくる。今回は靴企画はちょっと一旦お休みして別のコース遊んでみましょう。シェーガンさん、2000突破記念で作られたコースのようです。パウとジャンプで駆け回るスピードラン修正版、クリア率の方 2.6%。 この人のスピラン、キャスでやらせていただいたんだけど、とっても面白いですよ。どのコースもおすすめできるんじゃないでしょうか。まだそれほどやってはいないですけど、そう思わせるだけの作りになっています。でもこのコースは割と難易度高いのかな。センキュー2000よいしょ。ランランルート K、 パウパウパウ。こういうコースを私も作りたいんだけど、パウブロックが叩けなかった。ズーム、画面が割とごちゃごちゃしてる感じなので、パワーブロックとかを見逃しやすいのが今のところ厳しいかなと思うけど、1、2の3ガリアでヒップドロップからのメットを蹴って追いかけていって、これはきっと跳ね返ってこないはず。上か、あれ、左にトゲがあるんかーい。矢印がもう一マス早めに欲しかった。まあでもクリア率考えればそんなものなのかな。1、2の3ガリア、次も2、2の3ガリア。よいしょ。このね、砲弾使ってるギミックがこの方のコースはすごいのが多かったイメージ。そして矢印をよく見て、赤扉にお邪魔しマリオからのきっと右ダッシュだと信じる。1、2の3で、パウ。なるほど、3段ジャンプか分からなかった。 OK、 でも次できっと決められる。決められるっていうのはあそこまでいけるっていう意味での決められる。40秒しかないからね、このコース。ほら、決められない。だから言ったでしょ、そういうことを言うと無理になるんだよ。1、2の3、次なんだっけ、砲弾か。1、2の3ガリア、ヒップドロップしてキャンセルしてメットを切ったら、今度赤扉集中、お邪魔します。で右ダッシュ、1、2の3ガリアからの鍵を取って、パウ、違った、パウ投げて扉にお邪魔して残り12秒。今回もきっと右じゃなかったよ、信じてたのに裏切られた。悲しいよ私は。1、2の3ガリア。おお、ワンワンさん危ないよ。ふう、ということで無事クリアすることができましたけど、結構苦戦しちゃった。2000突破パウとジャンプで駆け回るスピードラン修正版ということで、セイガンさんのコースでした。ありがとうございました。はい、今回も、コインの数を記念したスピランコースになってますね。350いいね記念スピードラン。あ、多分いいねってそのまま書いちゃうとコース投稿できないんで、こういう作りになっているんでしょう。クリア率 6% になってます。あったまてかてんか、さえてピッカピカ、そうたのおしか、僕ドラえもん、ふんふんふん。残り44秒。歌ってる場合じゃないです。バネを連続で、猫パンチくらいながら駆け抜けて、次3段ジャンプ。いいんじゃないの？いいんじゃないの？ B スイッチ踏んでドアにお邪魔したら、右だと、おー、危ねえ。次ジャンプしちゃったけど、なんとかなってよかった。おー、これ走るだけでよかったな。ここは下手にジャンプしちゃダメか。まあこれはね、初見じゃビビってジャンプしちゃうって。まあこれでもう2回目のプレイなんでね、間違いなくクリアできるでしょう。私がミスするなんてそんなことあるわけがないと思うので、よいしょ。なんかさっきから大学開始がどうのこうのか言ってたような気もするけど、もうそんなことは忘れてしまった。右にダッシュ、今度はヒントにジャンプはしないよ。赤コイン回収して、このドストゥンが倒れるのってどういう仕組みになってるのかがよく分かってないんだけど、面白くていいですよね。ここでブラーパーを投げたら、叩けなかった、危ない。これはタイム間に合わないかな。
まあいいか、とりあえず先の様子見ていこう。トゲ像を切ったらうまく踏んで銅に入れたけれども間に合う。これ残り12秒でございますよ。バニーに気をつけて、上1、2のサンガリア、プロペラ効果。分からなかったけど分かった。夢だけど夢じゃなかった的な。めいちゃーん、よいしょ。ここまでは楽勝楽勝。あのスタートのバネとかはもっと早く決められるといいかなと思うけど、まあ、そこまでシビアでもないでしょうと信じておりますよ。次なんだっけ、ワンワンか、ワンワン。赤いコインからのドッスン、あのドッスンが大好き。ここを走り抜けていったらパウを投げてからの、よし今度はうまく叩けたって。そんなに難しいギミックでも何でもないんだけど、跳ね返ってきた時を踏んで赤扉入っていくよ。そしたらフリボーで、ブラパさん、バネさん、バネさん、バネさん、トゲさん、トゲさん、トゲさんで、そろそろプロペラがあったような気がする。ここで注意注意。なんか似たようなの、私この間タックマンさんとの企画じゃない、コラボコースで作ったような気がしなくもなくもなくもない。レジンゴールしました。ドラえもんさんのスピランコース、いいねたくさんおめでとうございました。はい、ポチッとやって次のコース遊んでいきましょう。はい、最後こちらのコースやって終わりにしたいと思います。ケイトさん、マリオと豆の木、バネを持って帰ろう。クリア率 25% で、ベストタイムはちょっと見逃しちゃった。何秒ぐらいなのかな、それほど長くはなさそうな気がするけど、入っていいのかな。バネを持って帰ろう、どっかにバネがあると思ったらこれはジャックだった。お家ですねこれ、上に煙突もあるし間違いない。どっちだろうな、この土管に入るのか。ああ、右にクッパさんがいらっしゃる。この土管には入れない。上の土管は、上の土管はクッパさんが今守ってらっしゃったんで怪しいですね。バネを持って帰る、バネを持って帰る、バネを持って帰る、どっから持って帰る、どこにあるのバネ。ファイヤー、無限ファイヤーだけど鍵とか持ってんのかな。赤扉あったから一応倒していくか、めんどくさいけど。雲って、あのデカクッパがジャンプすると消えちゃうんだ、知らなかった。今がチャンス、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 今がチャンス。お、バネ発見したよ。このほい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 、バネ取って、どっちだろう、持って帰る、持って帰る。こっちじゃなくていいのかな、こっちには何もないね。じゃあ持って帰るよ。ベストクリアタイム何秒だったんだ、気になるよ。ここまでで70秒経過、もうダメかなきっとな。クッパ倒すのにちょっと時間かかっちゃった。で鍵扉にお邪魔して帰っていくのか、なるほどね。 OK、 わかりました。お、クッパさん、何これはまた行っちゃったかな。3アップまでしかできないからあんまり意味はないんだけども、了解了解。はい、まあこれを使ってゴール してねということなようです。左側から家の上に登って土管や雲を使っていくとてっぺんに捕まれたのかもしれませんね。はい、マリオと豆の木、バネを持って帰ろう。ケイトさんのコースクリアしました。ベスト45秒だったか、1分近く遅くなっちゃった。はい、それでは今日も3コースお届けさせていただきました。今回はこれで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。
それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。